お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちら、キョスケクローンですね。はい、久しぶりに、かな、使っていこうかなと思います。まあ、クローンっていうカードを使うこと自体がすごい久しぶりかなと思うんですけど、まあ、あれっすね、最近だとすごいマチャチャとかかな、ボボタワーとかが多くて、まあ、クローンがなかなか使われてなかったイメージがあるんですけど、まあ、マチャチャ減ったわけではないと思うんですけど、まあ、ムートですね。ムートが今回強化されて、このムートクローンかな、デッキが前までもあって、まあ、ダクネがネクロとかだったと思うんですけど、まあ、そこは環境とかですかね。っていうので、まあ、なんか強化されたカードはみんな使いたがる習性がありますので、まあ、僕みたいな人とか特にね、はい、強化されたカードすぐ試して、みたいな感じなので、まあ、今ね、キョスケクローンがまあ若干いますね。はい、ですが、まあ、マジアチャーがいないわけでもなく、まあ、いたとしても、なんかこのデッキだとトルネードもあったりとか、まあ、ホバリングがね、意外と刺さったりとかで、なんだかんだ戦えてるっていう印象はありますね。はい。というわけで、まあ、クローン使っていきます。来ましたね。相手はなんと、ポイズンを使いました。ですが、ダクプリユーノのペッカ工場っぽいので、なんと地獄の相性引いちゃいましたね。ペッカポイズンマジアチャっていう。まあ、ですが、ポイズン使ってしまったのは、相手のミスではないでしょう。ここも、フルの、フルチンパンやっちゃいますね。フルチンパン。よいしょ。なんか、フル、あんま言えないようなワードになってますけど、これ、ちょっとあれですね。工場、あ、待って、これ、たまたまいい感じにと思ったんですが、相手の防衛がうまいのと、この、いや、うまくね?多分、運が良ければというか、9割型タワー折れてて良かった攻めが、工場ババ釣りからの、なんだ ?3 がごと、なんかいい感じにね、綺麗に守られましたね。これはまあ相手を褒めざるを得ないですよね。まあですが、こっから、しっかりね、勝手に作っていきたいと思いますね。で、ここを、ムート強化かな多分、ダックプリだけ止まるかな止まんないと思うので、これですね。射程が長いの活かして、よいしょ。さあ、しっかりね、キョスケの後ろに繋がるムートで、あ、これ相手やってますね。ここはもう守れそういないので、無視しますね。無視しつつ、ここ爆破があるので、多分一回相手ユニット出てこないと思うんで、飛ばしつつ、さあ、クローンはこれ撃たないですね。撃つ必要がないですね。ポイズン撃たれてるんで、これあるあるなのが、ポイズンとか撃たれてるんですけど、クローン撃っちゃいたいんですよね。というか、なんか、ユニットいっぱい固まったら、クローン撃っとけばいいっていう、こう、気持ちになっちゃうんですけど、撃たないっていうのがね、このクローンの強みなんですよね。このクローンを持ってるだけで、相手はやっぱクローン警戒するんで、自然とね、ポイズンを撃ってくれるんですよ。そうすると、あ、こうですね、撃ってくれた美味しいっていうので、次のね、ここでクローンがやっと決まるっていう感じなんで、こう、まあ、すごいね、撃ちたいのはわかるんですけど、撃たないっていうのもね、この一つテクニックかなと思いますが、相手が、ちょっと、さっきから上手いですね。いい感じに攻めてきます、ちょっと。これワンチャンいいんじゃない?さあ、これは、真ん中からの、おお、なんかそっち行きますが、いい感じにクローンで、これムーとかね、結構厄介だと思うんですが、いい感じになんか防衛されてんな、なんか。なんでだ?あ、ですがムーとか残る。はい、来た。で、多分、工場ババ3個ですね。また結局。いや、今度はそっちか。いや、まずちょっと上手いんですよね、この人。トルネで下げて、オーブンのファイスピが多分、頑張ってくれそうです。耐えて。さあ、あとは耐えるで、真ん中ムートでもスタイクダメージは稼げるが、それは分かってる。ムートで抑えつつ、とか、ホバイも抑えつつ。いや、これいいですね。ここいい形。で、ワンチャン3が5来たら、もうオーブンこういっちゃいますね。てかエレキとかなんか来るんで、これ、来ます。うえ、来た!え、これうまいね。これはちょっと俺がうまい。からの、来ましたね。これ、さ、すべてが残ってて、真ん中の辺に出しつつ、で、ここ、また同じですね。クローン打たずに、結局ね、ポイズン打たれてるんで、ユニットでね、ゴリ押すと。いうわけで、こう、クローンデッキなんですけど、このクローンを撃つのか撃たないかっていう、この駆け引きですね。駆け引き。はい。なんで、今のはね、こう結構いい感じの立ち回りができたのではないでしょうか。なんかクローンとか結構チンパンのイメージがあるんで、
まあ、とりあえずね、キョスケダクネともう一枚出して黒塗っとけばいいみたいなイメージがあるんですけど、それだとね、やっぱこう、ワンパターンになりがちってやつですね。やべえ、こっち来る。はい。痛いですね。あ、ちょっと待ってよ。苦しい。これまたですね、これ。多分これ射程長いんで処理できますね。またペッカ工場引いちゃいましたね、これ、さては。で、マジアチャだったら、もっと辛いんですけど、攻めとるねで、マジアチャを引っ張るか、真ん中ホバとかで処理するイメージですね。はい、で、まあ、相手が中型スペルとかなければ、オーブンすごい溜まりますけど、まあ、ポイズンあるっちゃありますが、まあ、どうしようかねって感じですよね、すごい。あ、とか、ポイズン使ってく、いや、これ当たんね。うわちょっと。このトルネね。このトルネは、ちょいミスねみたいなところありますね。もしかしたら、この動画今、保存できてないのかな？保存できてなかった場合、僕、マジで萎えるんですけど。本当に。ちょっと確認したいですね。でも、左上に録画マークが出てないのが、まあ、若干悪臭ですが、さあ、ここはオーブンを気持ち残したい的な感じ、ていうか、マジアチャを抑えたので、シンプルにこれだけにクローン打てば、相手は絶対ポイズンを使わないと得ない、使わざるを得ない状況を作っていくが、いや、うまい。まあ、ここにエレキですね。はい。さあ、このエレキは、キング起動させていただきましょう。ここですね。しっかり位置を覚えて、ゴーストはトルネで処理しつつ、はい、行きましたね。ここで、キングで処理してしまえば、はい、もうね、今、結構朝なんですよ。朝5時半とかなんですよね。なんで、もうね、喋るのがね、一苦労。オーブン置いて、はい、行きました。これ、美味しい。もうここからですね。で、キョスケから組んで、問題は、ポイズンを持ってる相手には固めすぎない方がいいですね。なんか、キョスケともう一枚とかで、逆にポイズンを咲かしてしまえば、他の奴らが生きるって感じですね。まあ、それはいい感じのダメージ稼ぎですが。さあ、もうこれポイズン使ったので、っていう感じでも言うてなんないか。まあ、オーブンが残るって感じですね。あと、ムードも残るので、あ、ワンチャンこれ始めてよかったな。うわぁ、ザップで。まあ、ですが、ここはちょっといい流れが。できそうですね。2周目が回ってきます。さあ、で、ここは相手が攻めてくるが、オーブンで耐えつつ、あれ？なんだか知らないが、これは相手が、守れません。というわけで、これペッカにね、ペッカに相性がいいのかもしれないですね。これは美味しいですが。さあ、2連勝と、しかもペッカ工場はね、そんな相性いいとは思えないんですけど、なかなかね、相手は止めづらそうな、はい、イメージがあります。いやー、録画とできてた。嬉しいね。マジで。もしかしたら録画できてない可能性があったんで、もうその瞬間僕はガチ泣いでしたね。さあ、というわけで、ラスティン。このデッキとかがね、増えるとね、またまた環境とかえぐいことになりそうですけど、まあ、新カードにはね、弱いんじゃないかなって感じですね。クローンとか。特に。かわいそうっすね。クローン。新カードの、箱ですね。箱をね、一昨日ぐらいかわかんないですけど、僕、すごいアンチだったんですよ。弱いよね、みたいな。使いにくいし、みたいな。マジで、なんですけど、本当にちょっと強いっすね、あれ。もう、結構早めのね、タイミングで言っちゃうんですけど。箱ね、ちょっと強いっすね。もう言ってる。まあでも、箱動画、言うほど出してないんであれですけど、まあ。まあまだ可能性があるって感じですね。可能性がある。本当に。いや、まだ強いって言ったけど、まあまあぐらいです。まあまあっすね。まあ化けてはないですね。個人的にロケット押しとかの方が圧倒的に使いやすいし、強いしってイメージありますが。箱はね、すごい可能性に溢れてるカードだと思いますね。あれはね、面白いですね。はい。というわけで。まあ、このね、さっきからガール一体とディガーが厄介ですが、キング起動で耐えていきます。そして、ここに、スケバラを合わせるだけで相手はきついのではないでしょうか。ですが、僕のクローンが非常に下手くそであります。そして、やなめが辛いでございまする。はい。あと、反撃、やなめっていうのがちょっと、面白みがありますが、
これ柳鍋なのでオーブンが残る理論ですよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけね。なんでここを一回キョスケからじゃなくてユニットから展開からの、まあ、スペル確認しつつ、あ、メガネっていたね、そういや君で、これワンチャンコウモリ全部引っ張れねえかな。コウモリ全部引っ張れないか。引っ張れないと若干、あ、待って、え、俺のムート残るよね。あ、最悪。あ、これはちょっとやばいけど、ヤナメがいるんだよ。ヤナメを裂く前に先に行くのやっちゃっていいかな。お金が耐えて、み、お、透明、透明、透明、よっけ、入ってる。からの、や、おい、ヤナメ強い。いや、そうっすね。クローンちょっと減った理由に、ヤナメもありそうですね、やっぱり。たまたま、なんかメタ系が増えてる印象がありますね。ディガーコウモリが厄介かな。うえい、やるね。まあ、これは、トルネで、お、トルネで、全部美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。からの、つけつつ、で、ヤナアメを相手は打ちたいんですよね。相手ヤナアメ打ちたい。ヤナアメ打ちたい。僕は打たせたくない。すごい。いやー、ちょっと雑すぎたか、このご両親は。あ、バルーンですね、問題。バルーンを気をつけたい。さあ、来ますね、バルーン。これ絶対右サイド。確定。オーブン置いて、OK。で、これトルネ使う必要もなさそうですね。問題は僕がダメージをどうやって通すかなんですよ。イモっていいっすね、今。今ちょっとイモって、様子見て、フィニッシャーをかけたいと思います。いきます。様子全然見てないヤンキーっていう感じなんですけど。ここは、一回待って、いや、このムートがね、残ってくれるとね、非常に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 、いや、こういうね、あれなんですね。しっかり形を組むんじゃなくて、微妙なね、攻めのやつがいいんですけど、いや、ワンチャル。スケバレのラックダメージだけでもでかい。よしよし。いや、勝てそうですよ、これだって。あ、勝ったんじゃね？なんなら。なんなら勝ったよね。内側オーブンでバルーン絶対釣って、からのトルネで耐えて、これスケバレのラックダメージが入れば勝ちなんで、僕はね。まあ、あとはこういうメガナイト抑えていけば、さあ怖い。さあ怖い。マジで怖い。マジで怖い。本当にやばい。やばい。本当にやばい、これ。まあ、ディガー無視できそうですね。オーブンも置きつつ、これ勝ちましたね。気持ちね。気持ちクローンしとくと、あとメガナイトが降ってくるが、降ってくるので逆サイに行きの、僕はね、引き分け嫌なんで勝ちに行くと、気づけばどちらかが折れそうです。さあ来ました。フィニッシュ！グッドゲーム。まあ、あれですね。本当に。クローン強いですね。はい。というわけで、よければ使ってください。前ネクロだったんすけど、やっぱダクネかな。ホバがやっぱいい味も出してますね。キョスケダクネ、基本的に作るイメージとか、まあオーブン置いてからですね。オーブンに使ってくれたらもう、あとは、やりに行きましょう。4枚で。というわけで、まあ相手がファイブとかだった場合に、なんかダクネと、ホバリング方が一緒にファイブで当たっちゃうみたいなことを避けるようにね、スペル相手のしっかり判断して、もうね、あとはもうパーティーやっちゃってください。では、お疲れ様でした。よければチャンネル登録お願いします。では、またねー。